皆さんこんにちは。ベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディです。お元気でしょうか今日からですね、特に初級レベルの方、入門レベルの方に分かりやすく理解していただくための文法解説講座を開こうと思いました。で、今日第1回目ですけど、今日はですね、 一緒に何々しましょうという勧誘であったりとかですね、えー、お誘いですねそういった表現について勉強していきますでまず課題になる文章ですけど見てみましょうさあ「共にベトナム語を学ぼう」まあ、お堅い表現になってますけど簡単に言うと一緒にベトナム語 ベトナム語を勉強しましょうということですね。これ言えますかとりあえず回答を見てみましょうか。となりますね。でですね、単語をまず見てみましょうか。 これはベトナム語ですね。これでベトナム語を勉強するということですね。なので、残りの部分がある意味公文として利用できます。これが公文になりますね。じゃあちょっと細かく見ていきましょう。 さあ、共にベトナム語を勉強、あ、ごめんなさい、ここでは学ぼうってなってますね。さあ、一緒に何々しましょうという表現なんですけど、先ほども言いましたように、英語で言うところの、Let's 何々ですね。さて、構文としてはこんな感じになります。はい、くみゃを同祝ねえとなります。 この動詞句の部分に一緒にやりたい動作を入れていくわけです。課題文の場合ですと、ベトナム語を一緒に学ぶということで、ハプティエンビエっていうのがここの動詞句の中に入り込んでいます。それでは次見ていきましょう。えー、っとですね。 これは今の部分ですね。この動詞の部分にハプティエンベっていうのを入れ込んでるだけですよ。ということで、これを応用していこうと思えば、ここの部分にいろいろな動詞表現を入れておけばいいということですね。じゃあ見ていきましょう。これ、ダンって言いましょう。一緒にランチしようよ。ね、使えそうですね。一緒にランチしましょう。ランチする。 ですねアンチャーって言いますね。お昼を食べる。ランチをよてか食べに行こうよって意味合いでよくディアンチャーって言いますね。その動詞を入れ込めばいいです。お分かりになりますかじゃあ回答見てみましょう。こうなりますね。はい、くんにゃをディアンチャーに、ね。 じゃあ、発音見ておきましょうか。これですね、グーグル翻訳ですけど、私は発音を確認するときはたいこれを使ってます。はい、こんにゃう、リアンチュー、ニェ。どうでしょう,う,しょうはい、こんにゃう、リアンチュー、ニェですね。じゃあ、3回繰り返しますんで、声を出して練習してみてください。はい、こんにゃう、リアンチュー、ニェ。 はい、こんりあん、ちはい、こんりあん、ち OK でしょうかじゃあ、次の問題見てみましょう。あこれも使えそうですよね。今週末、映画を見に行こうよ。ですね。今週末っていうのは、文章においてもいいですし、文末においてもいいですけど、今回の場合は、文章に置いておきましょうか。今週末言えますか であと、同、えー、句の部分に映画を見に行くっていうものを入れればいいんですね。じゃあ答え見ましょう。こうなりますね。えー、まず、今週末ですけど、クワイトンない。ないが今回の今度のって言いますね。クワイトンが週末ですね。今週末、ここから 先ほど紹介した公文ですね。はい、くむにゃー。デーセンフィンにゃ映画を見に行くはデーセンフィンですよね。フィン、映画。センフィンで映画を見る。デーセンフィンで映画を見に行く。ですね。それでは、

もう一問だけ見ておきましょう。これ,です、ね、これも使えそうですね。来年一緒にベトナム旅行しようよう基本的にはランチの例文と同じですね。まず「来年」という言葉を文章に置いてその後に「ベトナム旅行をする」という動詞を入れ込むといいんですね。 お分かかりりになりますかそれでは答えを見てみましょう。こうなりますね。まず来年。年というのは、んでしたね。さを。さは後の後の,ちのてみで、これで、んさをで来年ですね。で次は公文。ハイクミャオ。旅行する旅行に行くは、リーズーリックですねで。ベトナムを旅行するという場合には、 その後に「ベェナンと直接言ってもいいですしベトナムの中,中を旅行するという意味で前置詞の「う」を入れてもいいですね。今回は「う」を入れた形で、えー、文章を作ってあります。それではこれの発音も確認しておきましょう。 năm sau hãy cùng nhau đi du lịch ở Việt Nam nhé. năm sau hãy cùng nhau đi du lịch ở Việt Nam nhé. năm sau hãy cùng nhau đi du lịch ở Việt Nam nhé. năm sau hãy cùng nhau đi du lịch ở Việt Nam nhé.

私たちはという単語が省略されています。なので、省略せずに言うと、まあ、今表示されているような感じですね。となりますこれも発音聞いておきましょうか。 chúng ta hãy cùng nhau học tiếng Việt nhé. Ok, Chúng ta hãy cùng nhau học tiếng Việt nhé. Chúng ta hãy cùng nhau học tiếng Việt nhé. Chúng ta hãy cùng nhau học tiếng Việt nhé. っていう方が分かりやすいんですが日常会話的にはですねここの部分を省略するというか別の簡単な言い方がありますこれですねこれよく見るとですねここの部分前半の部分ですけど直訳すると 私たちはベトナム語を学ぶとか私たちはベトナム語を勉強します学習しますという意味ですよね。その普通の文章の最後に「えー、ねえという文末詞を置くだけで実は「一緒にベトナム語を勉強しましょうしましょうよ」というような勧誘や提案のイメージが出てきます。 これも練習しておきましょう。「3回繰り返しますね。「となります。でですね もう少し追加があります。例えば、今表示されたこれですね。チュンタリーワンカフェにこれどういう意味でしょう発音聞いておきましょうか。まずは。チュンタリーウォンカフェにとなりますが、まあ、Google 翻訳に出てますね。コーヒーアナミニコー。っていうことですね。 ワームカフェにでコーヒーを飲むですね。でなんですけど、実はですね、まあ、3つ表示されたと思いますが、これ全部コーヒーを飲みに行きましょうという表現になります。何が違うかというと、えー、文末詞ですね。文章の最後に表示される文末詞。 最初が「にえ」次が「なお」最後が「d」ですね。どれであってもですねコーヒーを飲みに行きましょうということになるんですが最初の「に」とあとの2つの「なお」「d」微妙に「じゃ」 違うと言えば違うんです、ね「にえ」を使うと「しませんかしましょうよ」の意味合いが強いんですけど「Now」とか「D」というとあの「行きますよ」「一緒に行こう」的な意味合いになりますね。だから提案というよりは「さあ行くよ」そんな感じになります。ではまず「Now」の練習しましょう,そうか。 chúng ta đi uống cà phê nào chúng ta đi uống cà phê nào chúng ta đi uống cà phê nào okですね次もついでにやってきますね chúng ta đi uống cà phê đi chúng ta đi uống cà phê đi chúng ta đi uống cà phê đi というわけで何々,しよ何々しようとか何々しましょうっていう場合は基本的には「俳句むにゃお」何々えっ、ー、と何ですか「ね、ゃでしたね <laughs> を使う方がいいんですけど日常会話では「俳、は、句、い、にゃを使わずに通常のこういった文章の最後に「ねゃとか「なお」とか「りとか を使って何何しよう何何しましょうと意味を表すことができます。ここまで大丈夫でしょうか。で、まあこれで本当に最後になんですけど今日の学ぶ内容内容としてはですね。さっきまでは主語がついてましたね、チ、え、ョ、ー、ンターですね。実はこの チュンターも省略することができます。D1 カフェに、ね、D1 カフェなお。D1 カフェに、これもすべて、一緒にコーヒー飲みに行きましょう。コーヒー飲みに行こうよ。という意味になります。じゃあこれ、3つまとめて練習、発音練習しておき,しきましょう。D1 カフェに、D1 カフェナお。

どううでしょうお分かりになりましたかね一応この構文は頭に入れておいてください。えー、はいくんにゃーぺけぺけにゃーですね。さあ、共にベトナム語を学ぼう。はいくんにゃーぺけにゃですね。もうちょっと と最後にもう一回聞いておきましょうか。さあいかがでしたでしょうかうん。理解していただけていると嬉しいですね。でまたいろいろと応用してみてください。このようにですね、これから一つの表現を利用して ある文法内容を説明していこうと思っています今回の動画の感想やあるいはこういったことを取り扱ってほしいという要望などありましたらコメント欄にご記入くださいではではう,ーんうまくつか伝わったかどうかわからないですけど伝わっていることを願いつつ今日の 番組を終了します。ベトナム語を独学サポーターのトニー・ランディがお送りしました。ではではまたねー